キロ以上入ってて中部力考えるのかな。ごめんなさい、2番5杯完食。進まないと多分どんだけやっても後悔しかないんで、予選とかいらないかもしれない。今負けたくない。単勝 1.0 倍まであるかなって。はい、始まりました。はい、はい、サムライティングの時間ですが、はい、今回は待ちに待った祝業となります。いや、ついに来ました。実に楽しみです。うん、今もう実はいろいろね、もろもろなことが終わってのオープニングとって、この後もうすぐ実際の試合が開催されるっていう直前の今状態なんですけど、まず僕ね、皆様に本当申し上げたい、はい、あの結構いろんなところから、あの東北だったり関西だったりとかから来てくださって、本当に皆様ありがとうございます。ご協力いただいて本当にありがとうございます。いや、これだけのね、遠方から来てくださって、なおかついろんな方が準備してくださってっていう、でなおかつ、まあ、当たり前ですけども、トントン茶さんのご協力だったりとか、いろんな方のご協力があってこの会ができるってこと、本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。大さん、どうですか。いや、もう楽しみでしょうがないですね。なんか一番最初のガオーの時のワクワク感がちょっとあります。あるね、はい、でやっぱ全く実力もわからないですし、今日初めましてって方がほとんどなんで、はい、まあ、そんな皆様と一緒に今回どんな大会が作れるのかっていうのがね、うん、はい、僕らの新しいこうスタートというか、うん、はい、ちょっとやっぱこれ初めてのね、我々も試みだから、出ていただいた皆様にいい思い出になってもらえるようにね、うん、我々も全力でちょっと制作頑張りましょう。はい、初代中宮王が決まるということで、はい、はい、なんと言っても中宮王ですか。あの、改めていいですか、中宮王って何。中宮王は僕らが決めた物差しでしかないんですけれども、はい、はい、リミットは固形3キロまで、3キロまで食べれる人は、はい、集まると。それは何、自己申告制ですか。自己申告制です。じゃあもう紳士協定みたいな。紳士協定です。あ、なるほど。なんでレギュレーションは、基本的には3キロがリミットになってます、固形で。ほう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 、はい、で今回もじゃあせっかくなんでレギュレーション説明しちゃっていいですか。お願いします、はい、今回ですね、22名の方がエントリーしてくださりまして、はい、これを4ブロックに分けて予選を行います。うん、うん、で上位2名が抜けて合計で8名が決勝戦に上がるようなシステムです。なるほど、はい、これの次はもう決勝なんですね。決勝です。これは何、じゃあ決勝とこれは別動画ってことですか。別動画です。肝心なレギュレーションがですね、4試合あるんですが、はい、4試合ごとに食材は異なります、うん、どの食材に関しても1皿は 300g です。で、おかわりシステムです、はい、1皿食べたらおかわりください。で、先に10皿食べた方が上位2名抜けていくというようなスタイルです。ただ、もしかしたらその制限時間は設けてるんですけど、制限時間内に3キロ食べきれるかどうかわからないです、はい、食材も難しい部分があったりするので、はい、その場合は、計量によって食べた量が多い方から上位2名が抜けるようなイメージです、うんうん、なるほどなるほどなるほど、わ、はい、かりました。で、食材誰と戦うかは先ほど全てくじ引きで当日やらせていただいたんで、すごかったね、はい、もうわかんないです。選手の方も緊張をね、もちろんされていると思うんですけど、我々もかなり緊張したのあるね。そうですね。ちょっとドキドキでした。そんな感じで今準備を整え終えて、レギュレーションを説明させてもらって、はい、はい、大事なところを行こうかなと思うんですけど、うん、まあガオーでもおなじみの、うん、はい、スポンサーしていただいてるバンちゃんが今回中宮王の、はい、今日はね予選なんで賞金は出ないんですけど、はいはい、スポンサーとしていただけるということなんで、はい、招き入れたいと思います、はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは、バンちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。バンちゃん、この中宮王決定戦、はい、まあ、本日は予選ということなんですけど、はいはい、いかがでしょうか。非常に楽しみですね。今回ガオだって聞いてきたんですけど、違うんですね。今回新しい試みで、あ、サムライティング、はい、中宮王っていう一般の方から募集を募ってやる。わかりました。じゃあ今回も僕が賞金を出すしかないってことですね。お、お、え、今日賞金出るんですか。あ、今日は出ないけど、今日はちょっと出すのやめとこうかな。じゃあもう今回はですよ。今回はってことですね。次回の、あの優勝した1名のみ、僕からの賞金贈呈をさせていただきたいなと思います。おどうなるか分かりませんけども、はい、今回も一つよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。すいません、はい、ありがとうございます。自己紹介の方でよろしくお願いします。どんどん茶のオーナーの立石と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。立石さん、はい、本日、はい、本当にありがとうございます。あ、とんでもないです。これ、なんでそもそもこの中宮王を開催するにあたり、はいはい、このものすごい規模感のオファーを受けていただけたんですか。もともと大食いが大好きなんで、はい、はい、大食いってやっぱり僕らからするとかけ離れちゃってるんですよ、はい、いけないんで。でも中食いって
頑張れば届きそうじゃないですか。はい、はい、それちょっと叶えようと思って、やらせていただきました。本当にいろんな食材、はい、人数だったりとかスタッフさんの、はい、いろいろ本当ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうご期待されるように我々、はい、本当スタッフも、はい、一丸となって、はい、作れるように頑張りますので、はい、お力添えをよろしくお願いします。はい、お願いします。思ったよりも平均年齢高めだったんであれだったんですけど、40超えた身として、まだまだいけるぞってところを見せてやるなと思って、ジャーニー無限のライス盛り込み、仲間たち親たちファンたちに感謝して進む荒れたオフロード、イエー。若者の代表の一人として姿を残したいと思ってますので、よろしくお願いします。いつも画面越しに見てるところにいられるんで、機会をもらったので全力で楽しんで完食して勝利もしたいです。グルメ YouTuber の気合と根性を見せるんで、安藤さん、アバちゃん倒したいと思います。やるからには負けです。誰にも負けたくない。やるからには勝つ。誰にも負けねえ。はい、ごまです。おいっす。それではいきます。制限、ごめんなさいで、それではいきます。 A グループ制限時間20分、カレー 300g、 よーい、始め。カネコ頑張れ。テリジョン早そうっすね。うん、2階はこう、食べながら食べやすいんで、序盤は結構できるんですけど、序盤は結構できるんですけど、序盤は結構できるんですけど、4番1杯完食。お願いします。3番1杯完食。お願いします。1番1杯完食。1分経過お願いします。5番1杯完食。おーい、だいぶ早いです。だいぶ早いですから。日本版で4番2杯完食。早い。2番2杯完食。2番2杯完食。このチェンスは難しいですね。ダンゴムシさん、スピードスターって言ってるだけあって1番って言ってますね。あ、本当だ、ダンゴムシさん。2分経過。1番2杯完食。おーい、4番3杯完食。おーい、エンジンの勢力、やっぱダモメさんちょっと抜けてますね。もうだって6番3杯完食。おーい、ダモメさんもう終わりに行きますよ。3番、3杯、4番、4杯完食。トップが4杯ですかね。トップ
1番に、3杯完食。一番食べているのはダンゴムシさんの5杯で、続くのが東さんとパンツさん、米尾さんが4杯です。言っても1杯ですよ。パンツさんも4杯、ダンゴムシさんが今2杯。この辺りがだんだんちょっとスピードがね、ゆっくりなってると戻してくるからね。ここでいけるいけないが中級と腰掴めるんだよね。5分経過頑張れ、オッケーか、頑張れ、いけるいける。6番5杯完食。おお、カレーやつですね。あのちゃんいけるよ。水分がたまわないんで先取りぴったりでも。4番6杯完食。おお、3番5杯完食。頑張って、頑張って。2番5杯完食。2番5杯完食。作ってきたばっかり。これがやっぱ中部用なんだね。中部用ですね。カメラを見るとプライベートで見ると感覚って全然違うんですよ。まあ、最初にちょっと写真とかあります。4番7杯完食。6杯完食。以前、ダンゴムシさんトップで、1番の東さんと6番のパンチさんが1杯されているという感じですね。その後、おっかけで米尾さん、春さん、5杯ずつ、とてはパンチさん。3番、6杯完食。うわ、すげえ。2番、6杯完食。並んでますね。3分経過。7回から2キロ超えて結構その中群に入ることじゃないですか。2キロ超えて。そうですね。まだ余裕ありそうですね。余裕ありそうですね。好きなんです。好きなんです。年長時計回り6杯、7杯、4杯、6杯です。おてはむ頑張れ。おてはむ。
サステナスを積み込んで終わりです。よし、じゃあ OK です、ね、終了ですね。嬉しいですね、ザコムさん、おはようございます。第2位、コヨさんです。じゃあ中食いって自分の中では今の時代で言うと大食いだと思います。せっかくのこういう機会なんで食いのがバレないように頑張ります。仕上げすぎちゃって単勝 1.0 倍まであるかなって。で本当にちょっとやりすぎちゃったら食いすぎ失格まであるぞみたいな、そこまで来ちゃってるんで、ちょっと全力は尽くしたいと思います。大阪に住んでるんですけど、まあ、飲めるカレーハウスインさんで、まあ、特訓をやらせてもらったんで、もう中食い用しか見てないです。絶対に取ります。ちなみに書いてあるんですけど、慶応ですから今日の俺はすごいと思います。大会だけを下げますんで、大会だけならないじゃない、5位以内に入れるように頑張ります。よし、じゃあパスお願いします。はい、それでは、B グループ、食材が焼きそばです。制限時間が25分、1杯は300です、 300g。 それではいきます。普通にドドンでいってしまう。はい、それではいきますね。よーい、始め。1番4杯完食。
今4杯完食。以上にです、早いよ、目指せ10秒よ、さあ10秒今5杯しました。おお、ありがとう、思ってなかった。3番5杯完食。ソロストロークケンジョ整理します。ソケ終わり5杯、2杯、5杯、2杯、1杯、2杯です。はい、頑張って。歯応えのある麺なんで、顎にも結構ご飯。2番5杯完食。タベオさん、徳島さん、アドさん、ご愛ですな、ありがとうございます。岩井さん、鈴木さん、3杯ずつ。1番、6杯完食。はい、このペース、5番、少しずつですよ。3番、6杯完食。4番、4杯完食。4杯完食。頑張って頑張って。いけるよ、いけるよ、いけるよ。1番、7杯完食。5番、2杯完食。5番、2杯完食。徐々に徐々にペースが積み出して6分経過。3番、7回勝ち。2番、6杯完食。
現状トップは岩井さん、まだいける、まだいける、岩井さん、まだいけるよ、ここは7杯ですね、全然いけるよ。その次は岩井さんの優勝の5杯です、トップじゃ7杯です、ファイト。4番、6杯完成、ペーソー、みんなペーソーしてる、大丈夫、生きて乾杯。まだ用意してくれそうですね。3番9杯完食。ここ3杯2杯差になったね。どうも。6番、6杯完食。止めないって言う。止まってないよ。今7杯完食。最悪サイン、最悪サイン、頑張れ、いけるいける、どこさんも行こう、どこさんも行こう、ごちそうさまでした。予選突破をとりあえず目指して本戦に向けていけたらなと思います。狩猟をやってまして、そこでは精神力も鍛えてますし、ご飯食べるのも好きですし、取った動物は自分で完食してるんで、そこでの実力を生かして今日は優勝を狙いたいです。上司と同僚にはもうもろバレして参加してるんですけども、まあ、上司もまあこう予選勝ち残ったら休みやるから頑張れと言われてるんで、せっかくやるんですから全力でみんな信じて送り出してくれたんで、まあ無様な真似を見せないようにしたいですね。楽しんでできればなって思います、はい、人生においてのご褒美ですよね。瀬戸口ホルモン劇場のおさるピーと申します。急に決まりましたけども、お食べれるだけ一生懸命食べて盛り上げていきたいと思いますので頑張ります。えいえいおー、パッと見みんな大したことねえ感じですね。もう予選とかいらないかもしれない。決勝いけるぞ。あ、もう余裕でやる必要ないかな。どうしよう。はい、それでは間もなく始めるんですけれども、一応チャーシュー丼生卵込みで、1杯あたり 300g、 制限時間が25分となっております。生卵の活用が勝負のポイントかなと思いますので、その辺を駆使しながらご自身なりの食べ方で、はい、頑張っていただきたいです。それではよろしいですか。はい、ではいきます。よーい、スタート。いただきます。どう食べるのが正解ですかね。僕はお肉を先に食べて、卵かけご飯にして食べるのが一番早いかなと思います。なるほど。あとはお箸とスプーン両方あるんで、その辺の使い分けも結構勝負のポイントになるかなと思います。スプーンもあるんだ。はい、お好きな方を選んでいただいて。スプーンは両方です。一番戦略性が出ますね、この試合の中で。はい、途中食いよりも攻略もすごい大事かなという時代かもしれませんね。なるほど。もともと生卵ではなくてゆで卵だったんですよ。チャーシューが2枚だったんです。つらい。
で、チャーシュー自体は結構プルプルしてるんで、まあ、後ほどね、召し上がってください。4番1杯完食。おさるさん一杯完食。さらに頑張れ。一番二杯完食。伊藤さん、伊藤さん、いいよ、いいよ。三番二杯完食。お願いします。6番2杯完食。お茶2杯完食。3番2杯完食。緑谷ハンターがペース掴んで早くなってる。2番3杯完食。早い。ペースね。掴めるかな。上がってきますね。あ、来ますか。やっぱりその薬味的なものが乗っかっているので3分経過。食べにくいっていうそういうのがあるんですけどね。4番2杯完食。完食。変わりました。全体的にペース早いですね。早いですね。これこれは1番3杯完食。おお、1番が横にいるぞ。どうぞ。ファイト。2番、4杯完食。3杯。3杯完食。3杯完食。3杯です。早く早く。6番3杯完食。5番2杯完食。4分経過。はい、どうぞ。そうですね、お米をかき集める煩わしさが、これチャーシュー柔らかいんですけどね、ちゃんとね、ゴロゴロにかけるんで。お待ちください。2番5杯完食。はい、どうぞ。1番、4杯完食。4番3杯完食。はい、どうぞ。ファンファンファン。6分経過。
うん。マートソバさんが6で、木村さん、タムさん、アボさんが4杯で並んでます。こっかけるので、高木さん、トータルさんが3杯ずつです。6、4、3ですね。1番、5杯完食。お、ありがとう。2番7杯完食です。いや、皆さん水分使わない。7分経過。外国人このギリギリのキャパと思います。まあまあ3分しかいない理由が水分ですね。4番、4杯完食。4杯完食。6番、5杯完食。木村さん、アコちゃん5杯、タムさん、カガミさん4杯、オサルピー3杯です。おめでとう。どうも。5番、4杯、完食。おめでとうございます。3番、5杯完食。はい、どうも。2番、8杯完食。6番、6杯完食。おめでとうございます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 。面白いぞ。1番6番ですね。2番さん、おちゃんが並んでます。で、2番目っていうのが、タムさん、カガリさんが並んでると思う。ワンコシマさんが本当これの中部位を言ってくれ。急にペースがやっぱりギュッと一緒です。この辺から2番手以降の選手が追い上げていく展開になるのか。11分経過。やっぱ追われる選手はやっぱプレッシャーってすごいですね。考えますね。まだね、余裕があるから。おはようございます。おはようございます。まことばリーチです。リーチさあ、石抜けなるのか。5番、5杯完食。お、わらびちゃん、5杯完食。あとマイペースにいって1が2番のアボトさんに9杯、2位が1番のキモさんと6番のアボトさんに6杯完食。お、2位が1の木村さん、3の3、6番のちゃんで6杯ずつ並んで、それ続くのが4番のアリさんと5番のおさるぴーさんの5杯ですと。まだ拮抗します。その差1杯。あ、もちろんもう1層です。そう。なんだ、バイトだ。
6番7杯完食。6番7杯。ありがとうございます。4番6杯完食。はい、木村さん、タムさんとワリさんが6杯で並んだ。今後中盤から後半にかけて箸止めないで、すぐ止めないで食べれるのもすごいですね。意地だと思います。お願いします。5番6杯完食。3位並んでます。アボちゃん7杯で、他4名4、6杯で並んでます。おおおハンター。お ファイト、ラスト、お疲れ様でした。おーい、早かったですね、16分で。早い、16分。いや、宮野さん、アボちゃん7杯で、他の皆さんも6杯ずつ並んでます、頑張って。はい、じゃあ、1番7杯か。おー、クリスタルボール、いけお祭り的です。マッコトマさんはちなみに何歳なんですか？21歳です。早いな。若さ。7杯完食。頑張らーい。ナムさん、ファイト。ナムさん、スペシャル。アボちゃん、ナムさん、キムロさん、並んでますね。1、3、6、並んでます。やっぱり、基本、孤独な競技なんで。残り7分。残り7分。ちょっと待って、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 現状アボちゃんが8杯で、木村さん、タムさん、かがりさんが7杯、おさるびさん6杯です。9分経過、残り6分。よっしゃー、頑張ったー。いけるよ、いっちゃいっちゃう。よし、ラスに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 、21分経過、残り4分。よし、4分、頑張ろう。アボちゃんに並んだタムさん、それをかける木村さん、高木さん、おさる P さん、進んだ分だけちゃんと位置かけるのがある。アボさん、頑張って。いける、いける、いくよ。ファイト、ファイト、ファイト。アボちゃん、ピーチ。これ2016年のラスト 10秒で檜山さんに負けられたからね。10秒で、ね、卵1個で。だから本当わかんないですよ。1秒1秒諦めなかった人が勝ちます。勝ちます。はい。僕は実力で負けたんですよ。負けたじゃなかったですけど、それぐらいやっぱね、追われるものってきつくて、あ、追うものっていうのはやっぱ有利なんですよ。残り1分。残り1分。よし、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 30秒、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 30秒
ゴーゴー10秒10秒10秒いこう行こうラスト10秒10秒いこう頑張ろうはい、できるナンバーアボちゃん頑張れアボちゃん3伸びきり止めはい、じゃあ深めていきたいと思います。はい、まず第1位、わんこそばさんです。第2位ですね、タムさんとアボちゃんが両方10杯目の途中なんですが、残量の結果、第2位はアボちゃんです。できる限りしっかりと中分量に我々はなる。めちゃめちゃ水を飲んだりですね、できる限りのことは全部やってきたんじゃないかなとは思ってるんですけど、勝ち進まないと多分どんだけやっても後悔しかないんで、気合だけ持ってました。全力で楽しみながら真剣に頑張りたいと思います。すげえ緊張してるんでいつもより食べられないとは思うんですけど、まあ、ちょっと豪華な皆さんに見守られながら食べるってことを楽しみにやりたいなと思います。なかなかこういう機会には参加できないと思うので、悔いが残らないように一生懸命頑張りたいと思います。最後まで、はい。当日キャンセルくれたら僕が15秒参加しようと思ったんですけど、まさか出るとは思ってなかったんですけど、まあ、出るからには、まあ、僕の二つ名である出演者キラー発揮して出演者たくさん食って優勝目指したいと思います。よろしくお願いします。しゃあいきますか。じゃあパスお願いします。はい、お願いします。それではグループ D、 食材がつけ麺です。グラムは 300g、 1杯 300g で10杯で先抜けです。それでは皆さん頑張ってください。いきます、よーいスタート。トルのファイト。カレーだったり焼きそば、社長に比べるとレベルが高いというのもありますし、一番ペースは遅くなるかなと思うので、剣が飛ばしてますね。4枚1杯完食で。5万いっぱい完食。はい。よし。いいよ。いいよ。いいよ。ありがとうございます。6万2杯完食。はい。2杯完食だ。2杯1杯完食。隊長。隊長。よ。3万1杯完食。完食。はい。大丈夫か、人的です。僕も一緒です。1番1杯完食。頑張れ、頑張れ。
オーバーフェンス絶対しないで。そうですね。ファイバーパワー。4番2杯完食。はい。3分経過。なるほど。オーバーフェンスなりすぎないのか。興奮して食べ過ぎないのがいいんじゃないかな。じゃあ、バスは食べた方が。塊の日本茶はそのまま。うん。6番、3杯完食。やばい、よっ、時計回り、いっぱいいっぱいいっぱい、2杯いっぱい、3杯です。詰まりそうですけどね。2番、2番、2杯完食。姿勢正して、これでもういるしかないです。多少空気ゲポゲポやったりはしますけど、ゴポゴポやったりするするする。それぐらいしかないですよ。あともう、うんっすね。うんだね。どうぞ、いいですか。お、早い、頑張れ。はい、3番2杯完食。気づいたら優しさ、頭掘ってましたね。ボム周りが熱かったでしょうね。デカ盛りのテンポがあったんですね。あれ、かぶるとハゲるって言われたんですよ。帽子胸が止まるんだよ。ちょっとどうや、シワクリニックだ。2番、3杯完食。ありがとうございます、3杯。ケンスケ4杯、デトさん、トラさんが3杯ずつ、ドッチンさんとゲンさん2杯ずつのイガチさん1杯。6分経過。1番、2杯完食。
水飲むの知っちゃった。はい。マジか。やっぱりね、味ちょっと濃いめだと思うので、水もやっぱ飲みたくなるんですよね。もうどうしようしながら食べるか。でも漬け汁つけすぎないと、やっぱ喉通り悪くなるんで。やばいですね。しっすね。すごく難しいんですよね、漬け麺って。10分経過、残り20分。お願いします。頑張れ。いただきます。3杯、5杯、4杯、6杯でございます。いただきます。いただきます。エクサ、頑張って。優勝候補。頑張れ、優勝候補。頑張れ。エクサ、頑張れ。頑張れ、優勝候補、頑張れ。ここで、2位争いがトラさん、メグさん、5杯並んでます。ホールイオとかも使えたらちょっと違うけど、ゴールが見えてるっていうのはちょっとポイントですよね。ウェディングオッケー。普段だとやっぱ競って誰が一番マックスを超えられるかっていうのもありますけど、駆け抜けができるっていうのはちょっと大きいですからね。ここで1位なし2位取れる方は、ここに1人にもよりますけど、他のグループに比べたらレベルが相当高いんで、自信持っていいと思いますね。あそこなんですよね、大将なんですよね。スマホに並ぶんですよ。みんながちょっとこう姿勢を正してこう詰まりを解消する動きがあるのに、やっぱ先生だけずっとスタンス変わらないんですよ。確かに余裕を感じます。太いんでしょうね、食堂が。ちょっと熱いんですよ。熱、器がね、器がね、あげられないよ。持てないんで。めちゃ式甘い、めちゃ式甘い。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 めちそうなんすよね。そうだよ。数は数えられんだろ。はい。僕今2キロ食べたってことですよね。そう、いけてるよ。いけるもんすね。おお。一応ケースケ7杯で、2位がネトディッチさんとの5杯、その次が4杯です。3杯の6杯、4杯、6杯完食。よろしくお願いします。優勝候補使ったよ。決まったりしても勝ったりしても全然大丈夫ですよ。一回勝つとか全然いいし。さあ、ケンスケ7杯のトラさん6杯、ユトキッチさん5杯のゴッチンさんとゲンさんが4杯ずつ並んでます。5番、5杯完食。おー、すごい。めっちゃ跳ねてる。1番、3杯完食。15分経過。2番、6杯完食。はい、皆さん6杯完食。さあ、ミニアバスに並びました。ルカキスさんとトラさん6杯です。トラさん、そのままなんで大丈夫ですからね。大丈夫ですよ、いいですよ、いいです、いいです。塩止めなければ勝機はあります。つぶしちゃった。メドリッツさん頑張って。女性一人頑張って。頑張って。メドリッツさんファイト。頑張って、応援してます。ちょっといいですよ、大丈夫です。このペースで大丈夫です。全然いきます。6番、8杯完食。早い。
系が。残り12分。12分ですね。さあ、ケンスケ現状8杯、メトキスさんとアンさんが6杯ずつ、ゲンさん5杯、ドッキーさん4杯、ガキさんが3杯です。勝負してるんですね。フリルあったかいのが好きですか。はい。変わってるの。スケジュール。4杯目にそんなに今はしない。はい、ください。4杯7杯完食。おいいです。オッケーオッケー。大丈夫。いいよ。全然。3番5杯完食。よし、頑張れ。ゲンさん6杯、どっちさん5杯、イザチさん3杯です。はい、どうぞ。イザチ頑張れ。25分経過、残り5分。よし、頑張れ。ケンスケさん、ファイト。おっす。完食しましょう。えいっ。あ、苦しい。6杯完食。おー、もう新鮮なんだ。おー、ゲームさんになりました。26分経過、残り4分。今健介さん風邪止まってるから大丈夫ですよ。今しかない。マクチョ。トップが4番トラさんと6番の健介。続くのは7杯のデジさん。どっちさん、健さん6杯、角井達さん3杯です。時間ありません。やる気たい。ここで抜きたい。健介さん。ものすごい行くんだ。チャンスだ。ここ行きましょう。うん、28分経過、残り2分。おめでとう。おめでとう。すげえすげえ。おめでとう。
2番も8杯完食。よいしょなりました。残り1分。ラスト1分。テールがこれ。テールしたらどうする。残り30秒。頑張れ頑張れ、ラストだ。残り20秒。中に入れましょう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 。結果発表いきたいと思います、今回は、トップ3が全員9杯目を取ってたということで、1位から発表します。残量が 57g で、トラさん。第2位が、残量 142g でケンスケ。第3位が、残量 204g で、ネトキチさんです。お前、決勝どうする？しっかりやりきっていいと思う。俺らやるから、あと選手でもうやらなくていいから、いいよ、もう選手だよ。しっかりやれ、やるからにはね。やるからには、うん、で、下からいつも通り指名の一言だけもらっていい？あれ、戻すじゃん。うん、最近なんか言い出した。いいよ。はい、はい、中宮を予選予選、はい、予選ね、予選お楽しみいただきましたでしょうか。この後、これいつ公開するの、決勝。ちょっとスケジュール次第はちょっとあるんです。次回また決勝、開催いたしますので、この後の熱い展開も見逃しなくまた見ていただけたら嬉しいです。今日ご参加いただいた皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。よっしゃー。